皆さんこんこにちは、えー、今回は前回までお話をした飛鳥時代前半のテスト会というところになります。水戸町かかららそれから大火のののまでへのあたりのテスト実際には都が飛鳥それから浪速に移った辺たりのところになるそんなイメージ持ちながらね奈良時代の前ということは忘れないようにしてみてください。 はい、それでは早速問題見ていきましょうまずは四角の1番から実際に見ていきますで1番の括弧1というところです推古天皇を補佐した2人の人物は摂政の「後、それから大臣って言われてくださいね「おおおみ」の「い」であるということ摂政とありますからこれは聖徳太子天皇が女性の推古天皇この摂政ということで聖徳太子「おおおみ」 会の後もねおおおみだったというのを思い出しながら曽我の馬子という人物この水戸天皇と聖徳太子曽我の馬子三人の協力体制で政治を行っていくということになります。そししてて括弧二番ですね、えー、年遣隋使としてあが 隋のの皇帝であるもとに派遣された派遣された人が「あ」ですよね。隋の皇帝がイですよね派遣された人はまずはオノの607年とあります翌年にまた言ってますけれども「おのの妹子」。そして中国隋の皇帝が「じゃん」読まれるでしょうか「よう代」。この「よう代」の「よう」の字漢字はちょっと注意でした火曜日の「火という字ですね。 陽帝ではなくてとということ実はこれ中国隋という国はこの2代目の煬帝で滅びてしまうその煬帝で滅びてしまうということで実は滅ぼしてしまった皇帝ということであまりいい意味の漢字じゃない「煬帝」なんていうね「煬、えー」陽の字はあんま使わない字なんですけどこれを当てたそんなふうに呼んだりする皇帝だったりするんです。女の女子が中国もとに派遣され 政府は、日本の政府は、対等外交を求めたそんな話を思い出してみてくださいはい、それでは括弧の三番、実際に見ていきましょう、えー、曽我の馬子の子と孫が暗殺された事件であるあの後に、とありますまずここから見ちゃいましょうか馬子の子供と孫って誰だっけ馬子の子供が、順番間違いないでね、恵美氏 それかから孫がいるかですそしてその殺された事件ということで読み方一詞の辺一詞の辺一応漢字書かされる時は「おつ」という字のあとこうじゃ×ですよこうじゃ×ですよここ上までよいしょくっつくこれ、ね、注意してください「一子の辺」そしてこの「一詞の辺」のあと「都はどこに移された?」というところで「何にの宮」 南波とか言っちゃう人もいますが一応の宮海の近くに移されなんとか天皇が新たに即位した大化の改新新しい政治をしていく上で注意してほしいのは中野大江の王子が天皇になったわけではない中野大江の王子のおじさんにあたる人なんですけれどもね皇徳天皇その江徳天皇もポイントはこの河の字 結構間違える人多いです結構力がある実力者なんかでも「あれ?」なんて間違ってしまったりするから高徳の子は要注意あの要注意だななんて思うところは教科書だったりね教材にもこうやって丸をつけちゃうねっパッと見た時にその大事な感じがすぐ分かるようにするというのも一つのテクニックかなと思いますこの高徳天皇の下で新しい政治をしていくことになるこの政治を大化の改新新しい改新政治をしていくというふうに言ったりするんですね。 はい、それでは四角の二番、今度はまた一問一答形式というふうな形に入っていきます。実際問題見ていきましょう。ええー、四角の二番、括弧一ですね。以下の推古天皇の時代に制定されたもの。それぞれなんですか。六百三年。私生制度を打ち破るとありますから。これは。簡易十二回です。まだ間違いないと思うんですが、簡易十二回の簡。 上に変な手を入れちゃったりする人が、まだ覚えなくていい感じ、覚えてないと間違いないんですが。あ、やっと入れちゃったりすることがあります。正確に簡易十二回押さえてください。そして、その翌年、六百四年に制定された。あ、ちなみに、六百四年何世紀。何世紀。これすぐ忘れちゃうから。普段から練習。六百四年はもちろん七世紀。六百三年も七世紀。 1> 1年から7世紀ですねその7世紀頭に制定された仏教の尊数、天皇中心主義などを歌った法令、まあ、厳密には法令と書いてありますけれどもこういう問題もありますがこれ聖徳太子のもとで働く役人の心得でしたよね。というところで憲法十七条聖徳太子のもとでみんな仲良く天皇の言うことは絶対聞きなさいとこういったことが歌われていた 簡易十二絵が先で憲法十七条が後、両方とも七世紀の頭というところになります。はい、続いて括弧の二番です。六百八年随に派遣された留学生留学僧を高向校の原理黒魔羅以外に二人挙げなさいということ。 まずは608年に行ってる、その前もあったよね。607年に行って、で帰ってきて、2回目608年、2回とも小野の妹子が行ってます。ただここでは小野の妹子ではなくて、留学生、留学僧と書いてあるから、そしたら小野の妹子はちょっと違うね。中心の死者ですから、高木の原理以外に、南渕内市、南渕の小安、それから民。 今回は漢字書くのがちょっと難しかったんじゃないかなと思います日文と書いてこの民という字は普段あんまり使わない漢字それから南部中のフチというねフチという字こんな風に書いちゃう人がこんな風に書いちゃう人がたまにいるポイントは何なんか抜けてるね横棒一本よいしょ この棒を忘れないようにする南無の章安とそれから民の二人が六百八年に遂に行った留学生留学生というところまあ厳密にはこの二人は総ということになりますこの高木この原理が留学生というところになります。 はいそれでは過去の3番見ていくことにします、えー、高徳天皇の時代について以下の文が示す言葉高徳天皇の時代というのは戒心政治の時代と言ってもいいですねで高徳天皇を補佐した皇太子言われた時答えとしては結論中野応江の王子中野応江の巫女入ったかなと思うんですがこういう問題でもこういう答えなるでしょうか 有名というか一般的に分かりやすいのは蘇我の蝦夷やイルカをやつけた人その中心人物といって中之上の王子なんですけどこの荒徳天皇の時代改新政治の時代の皇太子言われて中之上の王子問い方が変わっても出せるようにこれは練習あるのみいっぱい問題解いていくとできるようになってきます。それから B 律令制を目指して表明された読み方「みことのり」。 みことのりは天皇の命令ということでしたそんなにいっぱいみことのりってないですから有名なあれ戒心のみことのりというところになりますせっかくですから年号を確認しておきましょうか戒心のみこのりは何年でしたっけ646年です645年の一種の変 エミシイルカがやっつけられたその翌年ということで646年改審の見事のりこれからこういう政治をしていくぜという表明をしたそんなところになるわけでした。 はいそれでは四角の三番正語問題を見ていくことにしましょう正語問題ちょっと今回難しかったかなとも思いますがいろんなパターンをねこれ練習を抑えていくとできるように必ずなりますので今回も実際問題見ていってみましょうで一、えー、番からなんですが聖徳太子が国政に関わっていた時期かどうかということここは実は文章そのものは間違った文章はないんですね文章そのものは正しいただし この聖徳太子の時代じゃないものが3つあり聖徳太子の時代のものが1つ結論としては1番いわゆる姿政制度とは違う個人にね官位を与えるという制度これ何でしたっけ関位12回は結論はこれが1番答えということになりますこれが丸というところです。12回の話で聖徳太子の時代の話話で徳時代じゃあということで見ていきます2番。 中国南朝に使者を派遣と書いてあります南朝南朝で和と朝鮮半島南部での軍事指揮権を示す称号を求めたこの南朝というのが中国北朝南朝あるうちの南側宋という国の話だということが分かれば宋朝、和国殿若け龍大君とか和王武が出てくる時の話時代が違うから2番は×と。 聖徳太子の時代予定の愛から罰とそれから三番和国では大きな騒乱が起こりしばらく収まらなかったが諸国が共同して女性の王女王を立てそして約三十国からなる連合体を作ったとありますこう覚えてますね女王と来てスイ天皇という人はあんまりないですよね女王と来たら卑弥呼ちなみに時代はこれ違うから罰なんですがその卑弥呼のことが書かれている中国の歴史書なんでしたっけ 相乗みたいな形でこれが義ですよね義師和人伝だったなんていう話ちょっと思い出してもらって義師というところでしただからバツ四番これまでやってないかな初めての人もいますか読めるでしょうか冷蔵のあれ後で詳しくやりますね冷蔵のあれに読み習わせていた神話や伝承、歴史などを王が見よじ 王の安間のが出力書物として完成させたこれはもっとあと奈良時代の話結論としては時代が違うから×こうやって完成したものを「古事記」と言いますね712年後で奈良時代もう少しあと出てくるんですがどの道これが聖徳太子の時代ではないから×答えは1番ということになります。 はいというわけで飛鳥時代を見てきました最後の問題生後問題を解くとこれからの勉強方法もちょっと変わったりしませんかすすすなわち誰の時の何時代の時時何代問題ですか事柄ですか柄っていうふうに聞いてくるのでただあこういうことがあったのかなるほどではなくてこれは聖徳太子の時代なのかとか雄略天皇の時代なのか とかその時代ごとにどういうことが起きたというのを抑える常にね今いつ頃の話なのかどの時代のことをやってるのかを意識するこういう勉強をできるようにするとこれ点数どんどん取れるようになってきますちょっとぐらい難しくてもねできるようになり大きくまあ普通に勉強している人とこうやって意識をする人では差がついてくるんじゃないかなと思いますどんどん問題解きながら練習しておくと力をつくということでね講義だけ聞いてなるほどと言って問題をあんまり解かないで先に進むなん ということはぜひ、ね、え避けてちょっと頭を使いながら頑張っていくことにしましょう。